天童寺寺も今何年目になるの？ちょうど今年で30周年デビュー。30周年なんですけども、ちょうど10年前20周年が、はい、後楽園ホールでやった時、その時は蝶野さんにも試合一緒に出てもらった。蝶野さんとヒロさんと、それこそ狼軍団で組んで、はい、で相手が西村さんとか金本さんと大谷選手かな、はい、で10月3日の天山の日に、だそれが最後ですね、一緒に。天山デビュー戦は誰だ？デビュー戦はエル侍さん、松田治さんです。え、誰だって。そんなのさ、松田さん、まっちゃんって。菅生時代のエル侍。でもさ、エル侍、この間の新日本のなんだっけ、何チャンネルだっけ、はい、新日チャンネル、はい、出てたね。何言ってるか全くわかんない。ボソボソこう、あれですよね、ちょっと滑舌が。だってエル侍はね、みんな知らないだろうけども、怪我。風邪全く引かないって保険証使ったことがあって保険証持ってないとかいう話聞いたことありますよね。もうだから試合中だとバーって打撲かなんかで、わーちょっと大丈夫かって言って、なんかもうこの辺から血が流れてるような状況で、で戻ってきて、うわ、大丈夫かって、大丈夫ですよとかって言って、で翌日になったら普通にまたケロッとしてますね。いや、妖怪みたいだと思う。いやー、すごいタフですよね、ほんと。もうライガーさんに散々こび使われてっていうか天山選手の後輩はすぐ下の後輩誰なの？はい、下の後輩は、まあ1年後輩が小路ですかね、やっぱり小路だ。はい、小路とか大谷とか、あ、大谷も、その後大谷、高岩とか、高岩、はい、それからまあ、中西とか永田あたりもまだ入ってるみたいな感じですね。その代はそう、すごいよね、はい、みんな揃ってじゃない、いい男誰もいないもんね。あれは珍しいよ。いや、でも小島選手は、いや、小島もあれの中にいたらさそういうポジションにさ、あれついたけど、あいつも全然決して男前じゃないじゃん。だって俺らの時やっぱ武藤さんってさ、やっぱ顔かっこいいもん。ああ、そうですね。で、橋本選手もそこそこかっこいい、かわいい顔して。だってみんなレベル的に言ったらさ、やっぱルックス悪いとダメですかね。いや、もうひどかったもん、あの時この中でチャンピオンなんかまず生まれないだろうと、みんなチャンピオンになっちゃったから、どんどん美人下がったもんな。サードジェネレーションクラブって言って、第三世代が一緒にこう、あの4人がまあそれぞれまあ一般の人をこうちょっとコーチするような感じで、あ、まあ体力作りみたいな。そんな人は集まないだろうね、その顔。なんかそうなんですよね。いや、伸び悩んでるんで、ぜひ、ぜひね。そうなんですよ。もう、彼らの鍛え方はね、素晴らしい、まあ、トレーニング方法で全部すべて持ってます。はい。顔はこんな感じです。顔はこんな感じなんですけど、ね、素晴らしいよ、みんなね。やっぱりしっかりと教えてやってるんで、ね、たくさん来てもらえればなって思うんですけどね。そっか、4人でやってんだ。4人、今週はこの人、で、来週はこの人って、まあ、違うんですけど、はい、まあ、はい、毎週火曜日なんですけどね、そういう。天山なんかやっぱそのレスリング力とかのね、対応はやっぱすごかったもん。はい、だから、多分同世代でトップだって、天山は。顔が違う顔だったらね、もっと上に、歴史に残るぐらいの選手だった。もう目の前で言われたら何も言えないですけど。だってさ、それはさ、顔がもしこれが、ルックスがさ、本当ですよね、岡田だったら全然違うよ。いや、本当、ちょっと顔だけいじっちゃうかなみたいな。今からやっても遅いですよね。マスクかぶるとかさ。ああ、マスクかぶりたかったんですね、マスクマンみたいな。でもかぶっても分かるよな。なんか、顔がもう選ばってるんで、ちょっとやばい。だって、6代じゃないもんな。そうです。俺、最初かっこいいなと思ったら、永田だったのよ。あいつは、新入社入ってきた時は、はい、高倉健の若い時みたいな、島田でした。ただね、みんなね、大谷にしても、小島にしても、高岩にしてもね、プロレス力がすごかったよ。うん、こいつらレベル高かった。やっぱね、天山たちのこの勢いが怖かったもんね。そんな顔のやつらに抜かれたら簡単じゃないって。こんな顔って。そこですか。そこ。だからやっぱさ、もう明らかにさ、スター氏になる選手っているじゃない。ね。多分、武藤さんなんかは、下、上のね、木村健吾さんあたりは、もうこいつに抜かれてもしょうがないなってね。そういう感覚があったと思うよ。やっぱ顔が命ですかね。そうだもん。やっぱそうですよね。
それはもし、ね、いやいや現場監督だったら天山とどっちかって岡田和親って言ったら岡田和親を選ぶよ。それはまあそうですよね、やっぱ でも代々その長州さんもそうですけど、うん、なんか男臭いとか、そうそう、いやだから対面にライバル関係で藤山さんがいたのよ。藤山さんも破壊頃やっぱかっこいいじゃん、はいはいはい、ここ誰もいないんだよ、その誰もいない軸になるから。一人でも誰がかっこよかったらよかったんですけどね。そう、あれある意味珍しい、ね、いやいやいや国際軍団みたいな感じだった。国際軍団ラッシャー木村さんとか、そう実力がすごかった、ね、なんかみんなね、ここの連中は対抗戦とかもいろいろ出てるし、うん、ここはみんなすごかったよ、ね、ただ歴史には残んないと思う。残んない、あれ記録には残るかもしれない、ね、記録はちょっと記録いっぱい作ってるからみんなさ。何気に第三世代かなりディスってるんですけど、本当ですね。でも俺は第三世代が俺は好きなのだから、みんなも多分今第三世代忘れられてるじゃない、うん、ただ彼らはちゃんと歴史10年も少なくともね、つないだよ、うん、そうそう、ここがいなかったら今の世代いないんだからね。いやそんなことない、功労者ですよね、本当に。そういうの、そうそうそう、波ってあるじゃんやっぱこの第三世代の波がぐわーっと引いた時があったから、棚橋が目立ったんだよね。ああ逆にそうやってそうそうそう、はい、もう上げたり下げたりすごいですよね。まあまあ、そういう話を、ね、するつもりじゃなかったんだけど、そういうつもりじゃないですね。